6レース2乗戦 B 1着になりました的場選手です。1着おめでとうございます。ありがとうございました。今日は三谷隆起選手と2者でしたけども、戦い方はどういうふうに考えられたでしょうか。まあ、太田君の先行はすごい濃厚なところもあったと思うんで、まあ、その中でレースの2つ地区の違う選手の動きを見て、まあ、叩けるところあったらしっかり叩くっていう作戦でした。今日で伊藤選手が飛びついた形になりましたけども、まあ、そこは飛びついたらまくりで、飛びついてなかったら叩きに行くっていう感じ。まあ、その反応ができればそれが一番いいと思います。で、まあ、実際のところは、まあ、一角あたりからのまくりになりましたけども、まあ、踏んだ感覚っていうのはどうだったでしょうか。まあ、それまでにこう2つぐらい大事なところを潰してしまってたんで、まあ、もう行くしかないっていうような感じでタイミング悪く仕掛けていったのは事実です。はい。実際その踏んだ感覚はどうですか。タイミングが別で、まあ、小倉の番苦手意識がすごい強いんで、うん、あんまり進みは良くない、すぐ合わされるかもしれないって思いながら踏んでたんですけども、まあ、ゴールまで龍騎さんとここまでしっかり伸びきれたのはもちろん小翔さんにしろ、小翔さんと脇本さんとした合宿の成果があると思います。まあ、ちょっと今日からフレームをまたオールスター的に使ってもね戻したということで、まあ、ここの2走とはやっぱり乗った感覚っていうのはいいですかね。そうなると。そうですね、いつも通りって感じだったんで、まあ、本当にこう1走2走目乗った自転車も悪くないと思うんで、まあ、もうちょっと煮詰めて、まあ、ちょっと G1 で戦うにはまだまだ僕の煮詰める力が足らなかったかな。ちょっと早かったという、ね、時期が早かったと思います。まあ、まずは今賞金ランキング12位で、まあ、いい位置にいるとなると、やっぱまずは決勝にっていう形になると思うんで、次が大事な準決勝になると思いますけども、はい、この後は何か改善な修正点はありますでしょうか。いや、もうクールダウンしてしっかりこう気持ちをどんどん高めていくのがいいと思います。わかりました。では準決勝ですね、はい、その後に向けて最後に意気込みをお願いします。はい、決勝にこう多くの選手、まあ、自分も含めて上がれるように頑張ります。よろしくお願いします。